前回の配信がニューミュージックフライデーということでですね。まあ、金曜日、えー、洋楽のリリースが多いんですけども、金曜日と、えー、その週リリースされた曲をね、配信するニューミュージックフライデーというね、配信を前回やって、なんと、今回もニューミュージックフライデーです。ということは、一週間に一回しか配信できてません。すいませんね。なんか、えー、何をしてたかというと、仕事人間になっておりました。むちゃくちゃ仕事のことしてました。まあ、考える、 時間が多くて、もう悶んもんといろんなことを考えたらあっという間に一週間過ぎましたね。いや、今月はね、例年になく、そう、作業的な忙しさじゃなくって、もう頭使う忙しさでいっぱいでしたね。いやー、もう年末あっという間に終わりますね。もう <laughs>、びっくりですよ。ということで今日もですね、ニューミュージックフライデーということで金曜日、あるいはその週にリリースされた新曲を 10曲お届けしたいと思います。まずは、ハイブスとガンガで、レッド・イット・レイン。はい、えー、ハイブスというですね、タイのポップデュオとガンガというのがですね、インドネシアのアーティストですね、えー、ジャカルタ出身のアーティストですね、の、えー、コラボです。えー、ビデオでもですね、えー、ミュージックビデオもね、3人で歌ってるやつがありまして、なかなかポップさもあっていいですよね。はい。 続いては、えー、これはですね、レディオヘッドの曲のカバーですね。ガブリエル・アプリンで、フェイク・プラスティック・ツリーズ。はい、えー、イギリスのシンガーソングライター、ガブリエル・アプリンが歌う、フェイス・プラスティック・ツリーズですけども、これ元曲、レディオヘッドのね、元曲の、まあ、バンドサウンズのですね、フェイク・プラスティック・ツリーズもすごい好きな曲で、ね、すごい好きな曲で、 で、えー、このガブリエルアプリのもうちょっとね、静かめ抑えた感じのアレンジですけども、こっちもなかなかいいなぁと思って、結構、まあ、オリジナルとちょっとね、方向性が違うけどね、負けず劣らずな、なかなか気に入っております。はい。めちゃくちゃ気に入っております。はい。えー、続いては日本のアーティスト、崎山聡氏の新曲でして、12月22日にされておりますシングルですけども、 これもね、なんか、まあ、この時期、クリスマスっぽい静かな入りで、ちょっとね、あのー、なんでしょうね、えー、ファンシーな曲なのかなという入りながら、途中から、すごく面白い展開になる曲です。崎山宗氏で、しょうもない夜。はい、えー、崎山宗氏、しょうもない夜という曲ですね。いいですね。すごく、なんか、 この間ね、ちょっとあの、ファーストテイクバージョンのね、曲とかを流しましたが、ギターの弾き語りっぽいやつでしたけども、こういうね、えー、アレンジしまくった、アレンジというかね、編曲というか、まあ、しまくった曲もなかなか面白いですね。えー、続いては、えー、1月にアルバムをリリース予定になっております、ヤマの新曲がですね、そのアルバムからの、えー、先行の一曲ですね、えー。12月20日に出ております、ヤマで、淡雪 はい。えー、山で、淡雪という曲です。はい。山はですね、結構好きなんですよ。はい。なんか、最初出てきた時はね、あ、アートと近いかなと思ったけど、けど、なんか、こちらの、ートの方がちょっと、ま、ちょっとパワフルですよね。はい。えーと、それで次がですね、こちらも日本のアーティスト、あえー、ゆみ松戸屋ゆうみさんが、えー、アルバムを出してます。12月20日に、 ユーミン乾杯、松戸谷由美50周年記念コラボベストアルバムというですね、ものを出してます、えー。コラボベストアルバムということで、いろんなアーティストとコラボをしている曲をですね、10曲出しております。12月20日に出しておりますが、その中から1曲。夜遊びと松戸谷由美で中央フリーウェイ。はい、えー、夜遊びと松戸谷由美で中央フリーウェイということですけども、これ松戸谷由美というよりは、 新井由美時代ですよね。確かね。あの、そんなにユーミンの曲は詳しくないんですけども、この曲はさすがに知ってます。で、結構アレンジされてますよね。はい。なかなかこのアレンジも面白いなと思いながら、はい、聴いておりました。えー、続いてはジャズプレイヤーですね。グレッグスペローの新曲。グレッグスペローはすごく頻繁にシングル出している。まあ、またね、12月22日にリリースしている。 シングルです。グレッグスペロで Together。はい。えー、グレッグスペロで Together という曲でした。えー、こちらはですね、えリンジー・臨時ウェブスターという方をね、ボーカリストに迎えての曲です。えー、続いてはイギリスのシンガーソングライター、トム・オデルの曲で The End。はい。えー、トム・オデルで The End。 という曲でした。次はアメリカのシンガーソングライター、スティール・ウージーです。スティール・ウージーで、anyone but y はい、えー、スティール・ウージー、anyone but y という曲でした。はい、続いてもアメリカのバンドなんですけども、X アンバサダーというバンドなんですけども、えー、そのボーカル、サム・ネルソン。 まあ、サムネルソンは、えー、ソロとしてもね、アルバム出してるんですけども、今回ね、あの、サムネルソンとエックス・アンバダーズ名義。なぜ、なぜサムネルソンが外に出たのかわかんないけど、サムネルソンとエックス・アンバダーズ名義で、クルビン・ユー。はい、えぇ、ー、サムネルソンとエックス・アンバダーズで、クルビン・ユーという曲です。こういう歌い方が好きだったりするんですよね。はい。もう、このボーカルはすごい。 好きです。はい。えー、続いてが今日10曲目最後となります。最後は日本のアーティストです。東京出身のバンドですね。家主で正善。はい。えー、家主で正善という曲です。家主は12月20日にアルバムを出しております。アルバム、石のような自由というアルバムから1曲目ですね。1曲目の曲、正善です。なんかこう、古いね、ちょっと、 ね、懐かしいバンドサウンズな感じもあってですね。えー、いいですね。ということで今日も10曲、新曲をですね、お届けいたしました。いかがでしたでしょうかということで、ポトフでした。じゃあね。